こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、かっぱ寿司でお寿司をお持ち帰りしてきました。かっぱ寿司ってお持ち帰りできるんですね。私知らなかったです。で、今回お持ち帰りしたのが特夏盛りの72貫プラス巻き寿司を2本と、こちらがですね、開けてみます。立派なね、包まれ方をしてますね。おお、素晴らしい。マットにしましょう。これ見てください。この素晴らしい入れ物に入っている、じゃーん、寿司ケーキです。うなぎとイクラの寿司ケーキです。むちゃくちゃ贅沢ですね。で、こちらなんとお値段1万円となっております。で、ちなみにこちらは4940円ですね。かっぱ寿司ってお得ですね。はい、もうマント当てましょうね。で、ちょっとね、これをネットで見つけて、もう見た目もすごいし、絶対食べてみたいと思って、今回初めてね、かっぱ寿司をお持ち帰りしてみました。あ、で、ちなみに皆さんどうでもいいかもしれないんですけど、前髪を切りました。で、今回もね、ピースは表参道の神谷さんに担当してもらいました。ありがとうございます。じゃあ食べたいと思います。いただきます。で、今日は赤だしのお味噌汁が1キロですね。やっぱりね、この寿司ケーキから食べたいですよね。この真ん中がたっぷりのイクラ。下の赤いダイヤ、戦国イクラです。もう通りキラキラしてるわけですね。そして周りに飾られてるのが、鹿児島県産大うなぎです。でもイクラとうなぎの組み合わせ、ちょっと珍しい気がします。はい、油が乗ってて美味しそうです。焼き目もついてますね。うなぎって美味しいですね。香ばしくて身がふっくらとしとって、脂がのっとって最高です。で、北のダイヤをいただいてみましょう。パンとイクラの合うこと最高ですね。新鮮で噛むとプチッと弾けますね。で、まろやかでめちゃくちゃ美味しいです。で、なんとですね、じゃーん、こちらがね、お持ち帰りついてきたんですよ。ギャバンの山椒ですね。で、甘タレですね。かっぱ寿司特製の。とりあえず甘タレはやっぱこっちですよね。こっちじゃないですね。うん、そうだ。そして、じゃん、おしゃもじまでついてます。でも一人で食べるのでおしゃもじはいらないですね。で、じゃあタレをかけて、いくらにはかけないですよね。でもタレがなくてもね、めちゃくちゃうなぎが美味しいから全然大満足なんですけどね。で、山椒もかけます。はい、美味しそうですね。うん、甘くてこってりしたタレで最高ですね。このタレと山椒があったら、うなぎがなくてもうな丼を食べてる気分が違いますね。あ、美味しいですね。もう幸せです。はい、うなぎとイクラの最強タッグです。うん、あ、でもイクラはこの甘だれつけなくてもいいかなって感じがしますね。うなぎとタレとこのご飯がよく合いますね。うん、赤だしのお味噌汁もいいですね。お寿司が冷たいから、あったかいお味噌汁飲むとホッとしますね。もうね、ご飯だけでも美味しい。もう山盛りいくらです。うん、幸せですね。でも一回かけるとやっぱり全部かけたくなりますね。うな丼にはこの甘いタレ、そして山椒っていう組み合わせを考えた人、天才ですね。昔からやってる食べ方だけありますね。ちなみにね、このうなぎといくらの寿司ケーキは完全予約制で8月1日までなんですよね。だから食べたい人は急いだ方がいいと思います。ちなみにこの寿司ケーキの断面はこんな感じで、ご飯はこれぐらいで深さ入ってます。ご飯とね、うなぎとかのね、量のバランスもすごくいいですね。はい、イクラがもうほとんど最後です。うん、寿司ケーキ最後の一口です。うん、完食です。はい、これはね、お弁当箱にちょうどいいですね。で、次はお寿司です。縁側です。
めっちゃトロトロですね。はい、マグロもありますね。ちょっとね、私の保管方法が悪くてね、色が悪くなっちゃいましたね。ほんとね、かっぱ寿司さんにもマグロにも申し訳ないですね。でも味は変わらず美味しいです。そしてまたまた登場、うなぎです。うなぎはタレをかけた方がいいかな。山椒もかけよう。美味しそう。他のお寿司とはなんか一味違いますよね。中トロです。あ、中トロじゃない、ネギトロです。ネギトロに油が乗ってますね。海苔とよく合ってると美味しいです。そしてかっぱ寿司のかっぱ巻きです。うん、シンプルで美味しいですね。で、今度は軍艦のイクラです。うん、エビです。おっきいですね。しっかり歯ごたえがあって、エビの旨味が感じられますね。マグロの巻きですね。うん。で、生エビもいます。茹でたエビと違って、生エビはプリッとしてますね。いつも美味しい卵です。うん。ちょっと甘みがあって美味しいです。で、サーモン。シャリととてもよく合います。縦です。ミルキーですね。AKA イカです。うん、ほのかな甘みに醤油がよく合いますね。で、最後の一貫です。うなぎです。ごちそうさまでした。かっぱ寿司のお寿司と寿司ケーキめっちゃ美味しかったです。寿司ケーキは味も美味しいけど、もう見た目も美しかったですね。いくらってね、綺麗すぎますよね、見た目がね。あれが自然界の中にいるっていうのはすごいことだと思います。で、うなぎはね、あの脂が乗っててこってりした感じ大好きです。で、あの甘いタレがね、よく合ってますね。で、とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメントなどで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。